海芝浦駅は神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目にある東日本旅客鉄道鶴見線の駅である。海芝浦市線の終着駅でもある。JR の特定特市内制度における横浜市内の駅として扱われている。駅番号は時5 2東芝の事業主会社である東芝エネルギーシステムズの景品事業所が改札より隣接している。 同社の社員や子会社の東芝プラントシステムなど、会社より認められた関係者でないと、事業所の構内に入ることができない。駅ホームが直接海に面しているという特徴があり、ホーム内に隣接して、海芝公園が併設されている。東芝の前身の芝浦製作所と、この駅が海に接していることから名付けられた、単式ホーム一面一線を有する地上駅。 終点側の端に改札口があり、簡易水カ改札機のみが置かれている。ホームが海に面しているという非常に珍しい駅である。ホーム上の一部に屋根があったが、現在では撤去されている。以前の当駅の駅名標は、隣の新芝浦駅と同じ特徴的な簡易表記となっていたが、2017年10月に駅ナンバリングの導入によって、両駅ともに消滅した。 新芝浦駅から東駅までの路線、東駅の敷地は東芝エネルギーシステムズの私有地となっている。トイレが設置されている。2008年度の1日平均乗車人員は3250人である。無人駅のため2009年度以降の乗車人員は公表していない。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。 東芝エネルギーシステムズ景品事業所の敷地内にあり、駅の出口はそのまま工場の門になっている。駅舎も東芝エネルギーシステムズの建物の一部である。駅がある埋め立て地は全体が業務区域としての東芝エネルギーシステムズの敷地で、基本的に以下のものしか駅から出ることはできない。そのため、事業所への外放者は新芝浦駅で下車し、 京浜事業所の正門に回るように主営から誘導される。また、鶴見駅構内の鶴見線乗り換え改札口にある柱にも、海芝浦駅構内は、私有地のため改札口から外へは出られない旨の掲示がなされている。このような性質から、朝夕の通勤時間以外の運転本数が少なくなっている。なお、切符回収箱や、簡易追加改札機、 乗車駅証明書発行機が設置されている。一般客は駅の外に出られないため IC 乗車カードや普通乗車券で海芝浦駅で折り返し乗車する場合は往復で運賃が必要となるため簡易水化改札機で改札を行うか切符回収箱に駅の切符を投入し帰りは乗車駅証明書発行機で乗車証明書を受け取り 下車友人駅で生産を受ける必要がある。休日お出かけヘパスや青春18切符などのフリーパス類切符の場合は問題ない。IC カード類のチャージもできないため残高不足の場合は乗車証明書を利用などする。かつて自動券売機が稼働していた時代は主営に申し出て改札外の主営詰め所の出口側すぐ脇にある券売機で折り返しの切符を購入する必要があった。 駅改札付近の屋根付きの小屋が駅ホームと東芝門、海芝公園を連絡する空間である。ここの直近にトイレと飲料自動販売機が設置されている。他に一般客が利用可能な販売施設はない。また、ウロをしのげる施設はこの小屋付近だけである。事業所利用者を想定しているため、2018年、現在のダイヤでは、 全日9から16時台には1から2時間に1本の設定。終電も平日は22時台、土日宿は20時台である。終電を逃すと、運行終了後に、駅構内を巡回する主営に来るまで、隣の新芝浦駅まで送られることとなる。海芝公園は、海芝浦駅に隣接する施設公園。東芝が当駅の待合客に、憩いの場を提供したいとの考えから、 東芝エネルギーシステムズ景品事業所が敷地の一部を整備し、海芝公園と名付け運営、管理し、一般客に開放している。1995年5月に開園。2006年現在、入園無料、開園時間は9時から20時30分。ただし、元日は初日の出を拝む客のために、始発電車の到着時に開園する。2003年3月、 東芝のグループ会社である東芝プラントシステムが開発したマイクロ風力発電システムウィンドフラワーの商用1号機が設置され稼働している。2006年5月横浜市が2005年に提唱した景品の森づくり末広地区共同緑化宣言に同社が賛同したことによる活動の一環として海芝公園の拡張整備を行った。 2007年9月の台風9号で大きな被害を受けたため一時閉鎖され、同年10月20日より再開されている。この場所からの眺望は、東京湾が一望でき、鶴見翼橋ばばなど見晴らしが良いこともあり、地域住民の散歩、見学の場となっていたり、小学校の写生に使用されたりしているほか、2000年代には、女性、カップル、家族連れが来訪する場所となっている。 特徴的な要素を持つ駅であることから、メディアで何度か話題に取り上げられた。テレビ番組でもたびたび取り上げられ、フジテレビ系列で放送されていた、交通バラエティ日本の歩き方で紹介されたり、NHK の番組、列島縦断鉄道乗り尽くしの旅 JR2 万キロメートル前線、総派で紹介された際、旅人の関口智弘は、本来入れない、東芝工場の敷地内に入って、 説明を受けていた。また、書物にも取り上げられている。章のよりこの芥川賞受賞作、タイムスリップコンビナートは、誰だかよくわからない人からの電話で呼び出されて電車に、乗って、海芝浦駅へ向かう様子を描写したものである。鉄道気候分作家、宮秋春蔵は、時刻表を2万キロの旅で初めてこの駅を訪れた後、どこか旅へ行ってみたいが遠くへ行く、時間のない人は、 海芝浦駅へ行ってみると良いとたびたび書いていた。西村京太郎は、運河の見える駅でという題名で小説を書いている。内容は、日曜日に海芝浦駅を訪れたカップルが事件に巻き込まれるというもの。2012年公開の僕たち急行 A 列車で移行では、小玉健太とその父が鉄工所について話している時のシーンに使われた。2014年に放送された。 アニメ、レールウォーズの第3話では、作中にて事件が発生した場所として、戦術の特徴的な要素がトリックとして採用された。2019年6月29日に放映された、NHK の番組、NHK スペシャル、東京ミラクルに巨大鉄道猛病刻みの戦いの中で車や徒歩で行けず、電車だけで行ける駅として紹介された。注釈出店 ありがとうございます。